風が強いと1階の窓上の壁から水が垂れてくるんだよと言われていた。これまでタイルネジの補修、窓周りのコーキング処理、外壁タイルに撥水剤を塗布するなどを行ってきた。それでも止められないので、最後の手段として窓を交換することを提案した。現在と同じ輸入窓で検討するも、在庫がないので、アメリカから輸入しなければならない。今では、1年くらいは待つことになるということでした。日本製のアルミサッシで、要望に合いそうなものがないか、ショールームへ行って商品を検討した。デザインと収まりが多少違うが、樹脂サッシをおすすめした。外部の色と内部の色をそれぞれ選択できるので、樹脂サッシで決めていただいた。あとは私がサッシメーカーの収まり図をよく検討して、現場に合わせた施工図を作成して、手戻りがないようにサッシ寸法をオーダーすることだ。できるだけ既存サッシのように収めたい。
塗ってあるから周りは取りやすいと思う。Thank you.